社会だ、社会。社会じゃん。
あずさ選手です。全能戦が入場します。天皇杯最多60得点の記録を持ち、そして5回優勝を勝ち取った玉本邦重さんに、まもなく選手入場です。
41番関根忠彦選手に代わりまして21番大久保智昭選手が入ります。41番、関根忠彦選手に代わりまして21番、大久保智昭選手が入ります。
シエルの切符取るんだっていう気持ちで戦った結果、いい結果が生まれてたので、おめでとうございました。何としても、天皇杯でエシエルの切符取るんだっていう気持ちで戦った結果、いい結果が生まれてたので、お祭りのところエンターテイナーですよね。全部持ってきました。本当に大事なゴールだったと思います。僕に残された時間とこのチームでやるべきことっていうのをしっかりと頭に叩き込んでピッチに立ちました。本当に1対0でしっかりと締めてゲームを、スタッフで、プレーできるのは、今日が最後だったので、何としても勝って阿部選手、牧野選手、宇賀神選手、トビーだったり、本当にお世話になった選手、スタッフと一緒に優勝したかったので、本当に強い気持ちで試合しないといけないなと思いながら試合しました。日本放送協会正則悟副会長より、日本放送
第101回全日本サッカー選手権大会優勝の裏の熱に、公益財団法人日本サッカー協会名誉総裁高野哲也記念杯天皇杯が授与されます。終了いたします。2022に出場いたします。